い、皆さんこんにちは、京都のマサです。2020年もね、いよいよね、もう終わってしまいますね。あっという間でしたね、なんか。まあ年をね、重ねるごとに1年経つのって早く感じるんですけど、特に今年はね、新型コロナの影響でね、春先にね、まああまり外出できなかったり、そういう仕事関係もね中止になったりとか、まあ私も自分自身のね周りもちょっと大変だったんですけど、まあ2020年ねこうして振り返るとちょっとね、まあ皆さんがそうなのかなとは思うんですけど、やっぱりね暗い1年だったんじゃないかなと思います。やっぱりこういうね感染症とかねウイルスとかの被害っていうのはもう今やね全人類に波及する恐ろしい病気ですからね。で一人一人がねいくらこう健康にとかね衛生面で気を使ったりマスクをしたりしてもね防ぎようがないところもねありますからね。まあ、そんな中でねこうしてバイクでね出かけるっていうのは、まあ、ある種ね私にとってはこう気休めじゃないですけど、まあほとんどねどこも立ち寄らずにバイクで走ってればねそんな感染症ウイルスにね引っかかるっていうことをね恐れずにね出かけることもできますしね。さああとね2020年振り返るとまあ、コロナのせいであんまりこう出歩くこともね泊まりでどっかに行くとかっていうことは一切私はしませんでしたから、春ぐらいね本当はちょっと2泊ぐらいでねどっか行きたいなとか思っていたんですけど、そういうのもやめてもう冬になってしまいましたし、来年はねもうちょっとこう収束して動けるようになるといいですよね皆さんね。今またなんかイギリスの方から変異種が入っては来てるみたいですけど、早く収束してね安心できる日が来るとそれをね願ってます。本当にま
あとね、このチャンネルをね、ご覧の皆さんはね、本当にありがとうございます。1年間ね、まあわずかながらずつね、視聴者の方というか登録者の方もね、増えてはきていますんでね、引き続きね、こうコメントとかね、何でも結構なんでね、いただけるとね、励みになります。まああんまりね、嫌がらせのようなコメントはね、結構ですけど。そんなわけで、2020年どうもありがとうございました。またね、2021年もね、まあ私の場合気の向くままにですけど、適度にね、動画の方もやっていこうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。それではどうも2020年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。それでは失礼します。